はい、皆さんこんにちは。とうとうね、ムン・ジェイン大統領がチョ・グクさんの法務部長官、まあ、日本でいうところの法務大臣任命を強行なさいましたね。いやいやいや、まあやるんじゃないかなと思ってましたけど、面白い面白いって面白いですね。で、今後どうなるかということを考えてみたいんですけども、まあ、かなりのね、これから批判を浴びるのは事実だと思います。批判を浴びます。で、その批判はやっぱりですね、かわしていかなきゃならないわけなんですね。この先って多分その奥さん逮捕されたりとかね、あの本人にもなんか嫌疑が及んだり、するんでしょうね。まあしかしこの人空気読まないとですねびっくりするぐらい空気読まないですね。で、そのためにですね、まあ、反日をどんどんまた国内の批判をかわすために反日をどんどんされると思うんですけども、まあ、だんだん材料もなくなってきてはいますね。でこの後ですね、まあ、ちょっと先ですけど11月27日にジーソミアが期限切れになりますね。で、まあ、韓国の方って日本はこれ嫌だからあの、ね、そのホワイト国戻しますとかって言うと思ってるみたいですけど、まあ、そんな気配はみじんもないわけでございまして、ただまあ韓国内では期待があるんで、まあ、11月27日になってみないと反応は分かりませんけども、なんやムンさん全然こう聞いてへんやんそれみたいなことになるかもしれませんね。で、このままですね待っててもですね、韓国経済悪くなる一方でございまして、実はあんまり日本のね、あの輸出管理の厳格化っていうのはそんなに韓国経済にとって関係ないんですけども、昨日も言いましたけども、韓国から日本に来るときに LCC 使うんで、その LCC がまずもうこの 1,2 ヶ月でどっか倒産するんじゃないかなというのもありますし、あれですね、中国の景気が悪くなってるんで、貿易、韓国って結構ね中国に物を売って儲けてるようなところがあるんで、そっちがどんどん悪くなってる。で、支持率、景気が悪くなると支持率下がりますから、ムンさん自体はあのポピュリストの政権ですね、その人気だけで持ってるような政権でして、なんとあれですよ、就任直後はですね支持率が8割あったりしたんですね。8割ですよ、日本の総理大臣で8割なんていう人を僕見たことないですよね。ものすごくよくっても6割ぐらいじゃないですか、日本の場合は。もうムンさんは80何パーなんていう驚異的な、ね、支持率を叩き出しましたけど、だんだん落ちてきて、今は半分切っててですね、不支持率の方が高いみたいなところがあって、これはポピュリストのムンさんとしては一番こうダメな、やっちゃいけない方向なんですね。で、だからこそ反日っていうのは、あの韓国の中では誰も反対できないわけなんですね。反日って言ってる限り、それやめろって言ったら、お前は親日かっつってボコボコになるのが韓国でございますから、反日って言ってる限りにおいては非常に反対がいない政策なんですね。で、でもですね、反日カードいろいろ切りましたけども、まあ何も聞いてないっちゃ聞いてないわけであって、日本政府は全然動きませんね、その反日カード切ったところで。でですね、まあ残されたカードの中で何があるんかいだと私も考えたんですけど、やっぱりこれですね、五輪、東京オリンピックをボイコット、パラリンピックもそうですね、をボイコットしましょうみたいな話に行くのかなと。まあ今のところオリンピックをボイコットしたってですね、別にどう言いましょうね、選手かわいそうですよね、ものすごく選手かわいそうなんですね。だからですね、選手かわいそうなんですけども、まあ五輪なんか行ってあげないっていうふうに、まあ、例の上から目線でですね言うと、日本が譲歩するんじゃないかなと。するわけないやんっていうか、こっちは大歓迎みたいなところありますけどね。まあムンさんってこう全く空気読んでない、空気読んでないふりしてんのか本当に読めてないのかよく分かりませんけども、まあ、韓国人って物事都合よく考えるっていうことに関してはもう本当世界一ぐらいですからね。アメリカのトランプ大統領にあいつは信用できないとか、ジョンは嘘つきだって言ってたよなんてことをですね、アメリカの大統領に言われてるんですよ普通ね、安倍さんがねそんなこと言われたらね、政権はねその後2ヶ月ぐらい持たないんじゃないですか。
多分すぐにこう世論沸騰で、そんなアメリカの大統領の信頼も取れないようなやつが日本の総理やってられるかみたいな話になって、やられちゃいますね、降ろされちゃいますね。昔鳩山ポッポですね、鳩ポッポ、まだ生きてる方ですね、お兄ちゃんの鳩ポッポ、今でもなんか時々ニュース出てきますけど、全く空気読めない人でしたよね。でオバマ大統領にトラストミーとか言ったりして、全く信用できひんやんお前みたいな。で、あっという間に降ろされてしまいましたけど、それくらいですね、日米の信頼関係っていうのは、日本の基本ですから、従属関係っていう人もいますけど、日本はアメリカのポチかって言ってる人もいますけど、そんなポチにならな、そんなんね、生きていけませんよ、今のこの日本で、周り的ばっかりやのに。しゃあないですよ、ポチでもと、僕は思うんですけどね。で韓国も本来ポチやってればいいものを ものすごいね逆らってますからね、今ねアメリカに、アメリカ軍出ていけぐらいのこと言ってますよね。ようそんなこと言えるなぁと思うんですけど、あとだから五輪、行かへんぞって最後に脅してみて本当に来なければ非常に面白いなぁと思うんですけど、理由はね、五輪行かへんっていう理由はなんか放射能がきついとかなんとか適当だな、韓国人らしい理屈が通ってなくても大きい声で叫べばいいという韓国人のやり方で、五輪ボイコットなんてやっていただけると非常に嬉しいなと、個人的にはね、私はね、個人的には非常に面白いし嬉しいし、この動画のネタにもなるしということを思っています。著極放送任命は五輪ボイコットにつながるかということでございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。